合宿を終えた数日後、3期生たちにとって初めての本格的な撮影の現場。なんだろう、3期生の衣装なので、それはすごい嬉しかったですし、桜っぽいので嬉しいですそしてここで次の課題が発表された。番を完成させていただきたいと思っています。番をサイズフォーメーション付きでしっかりと踊っていただくことが次の課題になりますので、それに向けて頑張ってください。はい。それの出来次第で3期生のミュージックビデオを作るかどうかを判断します。いいですか？はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。合宿ではバンのショートバージョンをグループに分かれて練習していた。次は11人全員でフルバージョンを作り上げる。バンを3期生でフォーメーションとかもつけて完成させるっていうミッションをいただきました。チャンスだなと思います。3期生みんなで支え合って、そのいただいたミッションに全力で取り組んで達成できたらいいなって思います。期待以上にできているなと思っていただけるように頑張ります。おはようございます。おはようございます。はい、皆さんお久しぶりです。合宿では、個々を結構磨いてきたと思うんだけど、これからはもうグループとしてやっていくので、チーム力を高められるレッスンにしていけたらいいなって思います。11人でバンを踊るために最初に決めることは、で、これをやるにあたってフォーメーション決めがあります。今日くじ引きで皆さん決めていきます。誰がどこにいても輝けるように一人一人頑張っていきましょう。はい、じゃあ今からくじ引きを引きたいと思います。じゃあ石森ちゃんから引いていこう。はい、はい、引いていきましょう。ドキ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 はい、はい、向井ちゃん。みんなじゃあ見ようか。いくね、せーの、タラン。じゃあ2番。はい、向井ちゃん。はい、ということは1番。はい、石森ちゃん。はい。3期生にとっては初めて自分のポジションができた。センターは石森理香さん。ダンス未経験ながら合宿では奮闘していたが、センターは少し荷が重いみたいだ。みんなが頑張らないとこの番っていうのは完成しないので、どこにいてももっと同じ熱量で頑張ってほしいです。はい、じゃあこれをもとに今日からやっていきましょう。はい、じゃあお願いします。お願いします。みんなに迷惑をかけないようにしなきゃっていう思いで、今はちょっとすごい頭がいっぱいです。まずフルバージョン入れる前にショートバージョン覚えてるかどうか、この間の合宿で ABCD あったじゃん。そのチームに分かれて1回踊ってもらいます。ちゃんすごいね。ね、合宿いなかったのにすごいすごい。合宿中に送られてくるビデオを、みんなの踊ってるビデオを見て覚えてたんですけど、分からないところあったら動画で解説しながら送るから教えてって言われて、そのみんなの助けももらいながら練習してました。みんなで頑張ろうって言ってる時なのに、私は合宿に参加ができなかったのですごい申し訳ないなと思ってたし、自分自身もすごく悔しくて、ここでくよくよしてるわけにはいかないし、みんながなんて言うんだろう、頑張った分私も頑張って、
少しでもみんなとの差が縮まればいいなと思いながら、本当に悔しさをバネに頑張っています。向井さんと対になるフロントメンバーの一人、遠藤莉子さん。彼女もダンス初心者で合宿では苦労した一人だ。なんか二人にすごい頼ってるところがあるので、なんかレッスン中泣いちゃってる時もあったんですけど、なんか泣きながらもずっとそこにいるのがなんか強いなって思って、ふんわりしてるし可愛いけど、なんか芯があって素敵だなって思います。私は本当にダンスが苦手で全然できないので、絶対に合宿を乗り越えるぞっていう気持ちでいました。そしていよいよフリーレが始まった。お二人は外側向いて、合宿の成果もあってか、序盤は順調な滑り出し。さあ、振りは入りました、最後まで。まあ、正直2日で完成、なんていうんですか、最後まで振り入れができると思ってなかったので、まあ、そこに関しては、すごい振り覚えが早くなったなっていう印象はあって。2日間のレッスンで、振り入れは一通り完了した。先生のお二人は、3期生の現状をどう見ているのか。あ、でもやっぱり石堀ちゃんは合宿の時からの成長がすごいなって思って、やっぱセンターになった責任感が多分あるとは思うので、石堀ちゃんは成長したかなってはすごい思います。うわ、なんで私なんだろう、申し訳ないってすごい思ってしまうことで、本当みんなすごい練習してるし、そのみんなの気持ちを無駄にしないように、素敵なパフォーマンスができるように頑張りたいです。あとは谷口ちゃんと村山ちゃんってもともと合宿から結構踊れる2人がちょうどたまたま新芽で入ってて、そこがいい感じにこう柱になってるかなっていうのは今思います。11人でパフォーマンスするのが初めてなので、その高井先生が私たちのパフォーマンスを見て何か感じていただけたらなって思います。でも一人で踊るより楽しいです。フォーメーションがつくとやっぱり一人が好きだったんですけど、すごい仲間ができた感じがして嬉しいですね。新芽同士でペアダンスやったりとかするときに意見を交換し合えるのですごい楽しいですね。なんか結構私は一人で過ごしてても大丈夫なタイプですね。でもなんか3期生のみんながいると、やっぱりレッスンとかその撮影とかから帰るとなんかもう一気に現実に戻った感じがして寂しいです。みんなに早く会いたいです。苦楽を共にしたからこそ芽生えたチームワーク、それが試される時が来た。ここの2間層の部分はユニゾンだから結構ビシビシに揃えたくって、とかこうやってさゆっくり再生していくとやっぱアラがすごい目立っちゃうから、こうやって再生してもみんながビターッと揃ってるぐらいまで仕上げていきたいです。全員の動きを完全に一致させてこそバンの振り付けは生きる。だがまだユニゾンが甘い。やっぱりみんなで揃えないといけないので、ダンスは話し合ってどんどん動きを揃えていけたらいいなと思います。良くなってきたけど、もうちょっといけるかなっていう気はするので、もう一個なんかチーム力をここでガツンと出してほしいです。チーム力を高めたいが、そこには決定的に欠けているものがあった。
でも今は自主練ってなるとやっぱどうしても2人で確認したりとか1人で黙々とやる子とかがいて、その全体で1回合わせてみようっていう風に自主練でもなれたらいいなって思います。自主練の際、個々人がそれぞれ熱心に練習をしているが、全員で振りを合わせたりチームとして練習をするという意識がまだまだ低い。今30分間さ、みんなに渡したじゃん。で、30分あれば二冠走とかがバチバチ固まるぐらい時間はあると思うのよ。何が固まったって感じだったの。レッスンの中の自主練タイム、みんなの時間だったから、どこかしらは固めてほしかったの、私たち的には。で、満足しちゃってたらダメよ。今の完成度に満足しないでどんどん上を目指すしかないと、やっぱつまんない作品になっちゃったりとかするから。で、多分分かんないけど、誰か一人こうダンスリーダーみたいな人を決めて、その人を主導でやるとか、まあ、全然やり方はみんなに任せるんだけど、なんかそういう人がいた方がまとまるんじゃないかなっていうのは思うので。あぶり出された課題はダンスリーダーの不在。どう練習すればいいのかっていうのがさ、難しいじゃん。そういうのを染み出す人を決めた方がいいかもみたいな感じ。気づきはみんなするとしてさ、結局さ、さっきでも誰もさ、どういう練習すればいいか分かんなかったから、とりあえず持ってたじゃん。それでなんか、誰がいいとか、今分かんないな。3期生の皆さん、はじめまして。せーの、櫻坂46です。櫻坂へようこそ。このパフォーマンスしててハプニングが起きたり、誰かが辛くなる日があるんだけど、メンバーがその時に一緒に辛くなる気持ちはあるけど、ステージの上では必ず引っ張り上げてあげること。